肉肉肉肉コップン、肉肉肉コップン、お米の中から肉コップン。はい、それでは今日はですね、ポテトボム作っていきたいと思います。僕ですね、実は、バーベキュー検定初級っていうのを持ってまして、まあバーベキュー見学して座学受けて飯食ったらもらえる資格なんですけど、怒られますよ。ってことで今日は、僕の大好きなバーベキュー、ポテトボムというやつを作っていきたいと思います。ここは、浜砂重建の常設展示場、ビーノのアレンウェイクっていう、商品のお家なんですけど、見に来たい方は見に来てください。はい、じゃあね、まず材料、今日ベーコン買ってきました。あとウインナーもちょっといいやつ。次ベーコン、とろけるチーズ、バター。これは関係ないね、今日ね。これは関係ない。これ関係ねえわ。で、じゃがいも早速調理していきたいと思います。じゃあまずですね、これポテトをね、はい、これじゃがいもか、はい、洗っていきます。うん、で今日、あれないんだよね、合わせない。合わせない。手で、はい、洗います。じゃあこれ、たわし代わりに。あー、大きなじゃがいもですね。こっち、部屋は。はい、じゃあ次の工程に入っていきたいと思います。はい、じゃあ次はね、このウインナー、あとベーコン、これをちょっと刻んでもらえたらと思います。女子のあさみちゃん。あ、そうそうそう、はい、よろしいですかね。はい、手気をつけてね。わざとらしい。はい、これをどんな感じで切っていいですか。それね、丸一本刺してもいいし、どうしようかな、ちょっと切ろうかな。大丈夫？開けてあげよう。まあ、か弱いから抜けないかもしれない。重い。もう早くやれよ。これをちっちゃく切っていけばいいですか。はい、ちっちゃく切ってください。はい、気をつけてくださいね。はい、はい、ほっ。はい、はい、じゃあこのじゃがいもね、はい、じゃがいもに、これから穴を開けていきたいと思います。ここからがメインですね。はい、お怖い。これくり抜いたやつはどうするの。これですね、捨てます。嘘です、食べます。 SDGs なんてクソくらいみたいな。 SDGs って何ですか。食べれるますか。食べれるますか。中国人片言。嘘です、ちゃんと、はい、みんなでいただきますので。じゃあ次の工程に入っていきたいと思います。はい、じゃがいも切って、くり抜いて具材切ったやつをこの穴の中に入れていきたいと思います。はい、じゃあ、入れてください。みんなをここに。あ、この大きいのも入れるんですね。はい、ワイルド。何がワイルドですか。いや、なんかすごい、なんかちょっとエロいね。やろう。この穴にベーコンとウインナーを詰めていきます。こんな感じでしょうかね。チーズもね、中チーズの方がいいかな。あ、とろけてくるんで。チーズも入れていきます。とろけるチーズ。あれ、これ難しいな。あ、もううまそう。もううまそう。美味しそう。大体ね、美味しいものってカロリーなんですね。デブロン。
はい、OK、じゃあね、これ蓋していきます、はい、結構ぎゅうぎゅうに入れていきました。じゃあこれに、はい、見ますかね。下手だな、もう全然ピーターねえわ。はい、これじゃがいもに肉詰めました、うん、はい、くり抜いてもうぎゅうぎゅうにベーコンとウインナーとチーズを押し込んでいきました、うん、この散らかりを、うん、切ったね。はい、蓋していきます。蓋、蓋をするとはどういうことでしょうか。はい、じゃあね、これ、さっきくり抜いたこれね、はい、これを切って倒していきます。ちょっともう切ってるの全然見えない。すいません。はい、こう切ってね、これをこう、へえ、耳栓みたいな感じで、はい、え、本当のやり方ですかそれ。で、YouTube で見ました。へえ。はい、ここですね。おうおうおう、理にかなってる。あ、あ、あれ詰めすぎた、爆発じゃん。これぞポテトボム。確かに。はい、じゃあこのじゃがいもの線をしていきます。よいしょ、おお、ぴったり。もちろん当たり前だけど、おお、なんか楽しいです。いいですか。うん、じゃじゃーん、はい、完成しました。いいですね。こんな、あ、取れた。じゃあここちょっと塩コショウ振ろうか。こんな感じで塩コショウ取ってくる。牛乳に詰まってます。出来上がった。これに、これと、これ、お好みでかけていきたいと思います。これって何やねん。マキシマン。宮崎と言ったらマキシマン。もう一度近くで。これ知ってる、超うまいよこれ。おすすめ。な、何、スパイスです。はい、マキシマム。何ですか、マキシマム。これね、マキシマムって感じ。あ、なんかちょっと見てみたら、ね、うん、ガーリックとか醤油とかカツオとかオニオンとかパプリカ、うん、クミンとかいろいろ入ってるみたいです。超多いというか、はい、これをちょっと振りかけます。塩コショウ。めなく、美味しそう。じゃあこれマキシマム。ちょっと黒胡椒が入ってる感じですね。いいでしょこれ。はい、OK です。下準備完了。次ね、ベーコンをこのポテトに巻いていきたいと思います。はい、いよいよ仕上げですね。仕上げですね、最終仕上げです。仕上げです。ちょっと1回ベーコン、ベーコン2つ買ってきたから思う存分巻いてるんだよ。また鍋が手前にあるぞ。させ、させ、はい、そうですね、うん、そうなんです。はい、このベーコンを巻いていきます。はい、じゃあ巻いていただいていいですか。はい、はい、完成。じゃあこれをね、今から、焼いていきたいと思いますんで、オーブン準備してるんでね、今から炭を起こして、調理していきたいと思います。はい、はい、火起こしからですね。じゃあ外行きます。じゃあ準備で行く。せーの。はい、はい、じゃあですね、火起こしをしていきたいと思います。調理ですね、それから。調理ですね。そうですね。ごめんなさい。はい。うん。よこしして。調理をしたいと思います。はい、じゃあ次は火起こしをしていきたいと思います。今日ね、じゃん、これ
何でしょう。これチムニースターター折りたたみ式なんですけど、火をなかなか起きないですよね。火これで起こしていきたいと思います。はい、でこのティッシュこれ入れます。前回残ってた消し炭これ入れます。あとこれウェーバー製の炭、これね豆状になってる炭、こんなんがあってこれ硬いっちゃう、めっちゃ広い。これ、はい、これ入れていきます。とこれに火をつけて、置くだけ。完成？終わり。おお、これでつくの？これで10分から20分かな。うん、はい、じゃあ火がついてきたので、これをこっちに今移していきたいと思います。よし、これ熱いんだね。あちゃ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 あ、うわうわこれね、火の温度測る測り方があっちゃう、ミシシッピテストってあっちゃう、うん、をかざして、まあ、ミシシピ、ツーミシピ、ツリーミシピで言っちゃう。で、耐えられた1シピ、1シシシピピやってる1シシシピピやってミシシピか、1ミシシピやったら何度、ツーミシシピやったら何度みたいなね、こう単位で測る方法がある。忘れたけど、この高さをね、うん、調べて、うん、今からミシシッピテストします。20センチ1ミシシッピ、2ミシシッピ、3ミシシッピ、30ミシシッピ、何やったっけ、4ミシシッピ。これ20センチやろ、あんま熱くねえよ。これしたら140度ですね。140度今、はい、じゃあ入れていきます。もうちょっと待って、耳が痛い。宝箱や。じゃあね、これをまず、はい、私がいただきます。かけてる。どうすか。どうですか。あ、まだ食べない。まだね。あなんかチャンネル登録者数が減りそうだからやめておきました。ああ、はい、なんと弁当中継してるから。うまい。こちら何のお肉か分かりますか。なんとイノシシのお肉です。切ったらどんな感じになるかちょっと見てみます。じゃじゃん、なんか豚肉みたいですね。見ててくださいよ、ちゃんと下に合います。いただきます。豚肉、あ、間違えた。もうダメだ、終わり終わりですじゃあ、これで完成。できてるといいんですけど、セットボン。いいね、音が。なんかね、じゃがいもがホクホクしたいい香りがしますよ。ちょっと刺してみようか。あ、あ、柔らかい。柔らかくない。え、またお預け。腹減った。よし、そしたらお待ちかね。お、結構あんぐりあっさり。はい、じゃあ入れてください。はい、全部いきますか。はい、また入ってたやつかね、多分。あ、うっいきますよ。はい、さあ、
感じでしょうか。美味しそう。これかなり美味しそうだよ。すごい。ホクホクになってそうな感じですね。じゃこの上にバターを。バターが泳いでいます。泳いでます。アイススケートしております。スイ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 。いただきます。うん、おいしい。マルコゲうめ、めちゃくちゃ焦げてる。いただきます。うまい、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 うん、すごい。はい、じゃあ今日はポテトボムを作ってみました。味は丸焦げになってる部分があってうまくできてませんでしたが、一部美味しいやつもございますのでですね、はい、ちっちゃいやつはすごくホクホクして美味しかったですね。はい、で、ここ出てきたんですけど、会場はモデルハウスです。今度またルームツアーをしたいと思いますんで、また見てください。楽しみにしていてください。チャンネル登録よろしくお願いします。この方も紹介しておきましょうかね。もう出てこれはこいつ誰やって、うん、実は奥さんです。イエーイ。はい、はい、ということで、はい、そこも、はい、今日も一緒に、うん